第14代、グレー卿、フランシス・グレーは、スコットランドの貴族、政治家、地主。グレー卿の居城であるキンファウンズ城、2017年、撮影。第11代、グレー卿ジョン・グレーとマーガレット・ブレアの息子として、1765年9月1日に、生まれた。1793年、少佐として、ブレーダルベーン国防部隊という民兵隊に、入隊した。 1807年12月12日に、兄、ウィリアム・ジョンが死去すると、グレー教の爵位を継承した。また、同年から1810年まで、スコットランド郵政副長官を務め、1812年から1841年8月まで、スコットランド貴族代表議員を務めた。議員としては、トーリー党に所属した。1812年に、 エディンバラ王立協会フェローに、1816年2月15日に王立協会フェローに選出された。1815年から1823年までエディンバラ王立協会副会長を務めたほか、スコットランド高校協会フェローにも選出され、1819年から1823年まで同協会の会長を務めた。また、 パースシャー文学高校協会の創設者の一人だった。建築家のロバートスマークに、キンファウンズ城の再建を依頼。1825年7月には、ウィリアム・トロッターに家具の製造を依頼した。1842年8月20日に、キンファウンズ城で死去、長男ジョンが借位を継承した。1794年2月17日、メアリー・アン・ジョンストンと結婚。 二男三条を設けた。ありがとうございます。